にちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、おかみの木下紅子です。こちら側から失礼いたします。前結び、ここが苦手、あそこが苦手、うまくいかないというポイントありませんか？本日は皆様からよくご質問いただく前結びのお困りごとについて徹底的に解説をしていきたいと思います。帯を結びながら解説していきますね。では始めていきたいと思います。まず、帯がねちょっと緩みやすいんです、帯位置が下がりやすいんですというね、よく、お尋ねご質問をいただきます。そこはやっぱり帯板をねしっかり緩みなくつけていただくということがねポイント、大きなポイントかなっていうふうに思うので、帯はね前結びの帯板装着していきたいと思います。よいしょ、ここねしっかりギュッて押さえ込みながらいきますね。ギュッ、しっかり肘で押さえて、1回目をギュッギュッってやって、2回目のこの帯板に関するところはそこまでね切ってやらなくてもいいんですけれども、1回目の打ち止めに関するところをしっかり、ギュギュッってやっているのをお分かりいただけましたでしょうか。それからちょっと今日の帯の結び方のコツとは違いますけれども、なんか帯枕の紐がね入れる場所が、打ち止めと外止めの間っていうふうに申し上げると、入れる場所がねなかなかなくてっていうお問い合わせもいただいたりするんですけれども、これね、見ながらこうやってちゃんと真ん中に、左右マジックテープのあたりが左右大体対称に来て真ん中に枕の紐をいられるようにするには、このね帯板の位置があんまりこの端っこが巻き込みすぎるとちょっといかなかったりするので、よかったらここはご注意ください。で今ね伊達締めと同じ機能なので背中のシワを取ってしまいます。まず1つ目ね、帯板の巻き方、かなり緩みなくしっかり巻いてくださいねということです。はい、では続きまして帯をね体に巻きつけていきましょう。はい、ではですね、手の長さを取りますね。膝下からふくらはぎ中心ぐらいで、ここからまた緩みなく帯を結ぶために、巻きつけるためにさまざまコツをお伝えしていきます。右肘ねしっかり押さえて、手を右肘にかける。でこのあとねこうやって体にこうなじませていくんですけれども、その時に私はこの帯の下側っていうのはギュッてここねポケットを作るようにしてギュッてね右脇に入れていきます。このポケットが後からすごくいい仕事をしますね。この右脇のポケットの存在を皆さん今覚えておいてくださいね。で動かないようにここ止めていきます。で体の前に帯を持ってきて、手をね上じゃなくて横にね邪魔な分は持っていきます。右のクリップのところまで。で帯をね実際しごいていくんですけど、帯が緩みなく体にしっかり巻きつけるためには、この帯の上ぎゅーしごいていく、ここと、それからこの下の部分がしっかり体に巻きつけられているということが重要になるんですけれども、私の場合は結構ねこの段階でポケットを作った段階で結構ギュッて巻きつけられるので、私は後からこの帯の下をあまり触ることはないんですが、帯がね緩みやすいんですという方は、ここねさっき作ったポケット、ここのポケットのところに人差し指を差し入れて、帯をねギュッてこう左右ね引き合うように引っ張っていただくといいかと思います。その時私は分かりやすくするためにここ上に持ち上げてますけれども、1枚目上にある帯をこれ持ち上げるだけでも空気が入ったりとかするので、皆さんされる時には上げないでください。それからできれば左手は帯の下を持っていただく方が緩みなくギュッと巻きつけてあげられます。右手の人差し指はポケットに、左手は帯の逆側の下側を持ってギュッギュッっていう風に、お互い引っ張ってあげてください。順番としては上をしごいて、それから帯のこの下ね、右手は人差し指のポケット、それから左手はこの帯の下を持っていき、順番としてはこういう風にしていただくとよろしいかと思います。はい、ではねもう一巻きしていきます。ここでまたもう一回しごきます。ギュッ、ここね中心にクリップを持ってきます。よいしょ、
手をこうやって引き抜くんですけれども、引き抜いた分今ここからここの布が上に持ち上げられたということになので、まあおのずとこの中にはね空間ができてるんですよね。私は名古屋帯で通常ある程度負けてるなと思ったらこれはしないんですけれども、ここでね例えばすごく厚みがある名古屋帯を締めてたりとか、ちょっと帯を巻くのが苦手だなという方はこのそれぞれの輪っかと輪っか、帯の折り目と折り目を持って斜めにギューって引っ張っていただくと帯がギューッと体についてきます。ただねこれやりすぎるとすごく苦しくなるので、これはねやりすぎはには注意、ご注意いただければと思います。ここまでしていただくと帯がかなり下がってくるとか緩みやすいっていうことはほぼないんじゃないかなっていうふうに思います。では帯ね続きまして結び方続けていきますね。なんかお太鼓の作り方っていうよりかは皆さんのお悩みっていうのはやっぱりこれ前結びの特徴かなって思うんですけれども、回す時に崩れやすいとかっていうようなねご質問をちょっとねいただいたりしますので、そのあたりねその時のところでね ご説明していければなっていうふうに思います。枕は左右対称に入れる、後ろで結ぶ、それからね仮紐に関してのちょっとねご質問をいただいたりしたので、これは名古屋だろうと袋だろうとあまりね変わりのないポイントかなっていうふうに思うので、ちょっとねこの仮紐のところでご説明していこうかなって思います。で私は内側をこうやってちょっとね押してあげると、ここのお太鼓のところのボリュームが減ってちょっとかっこよくなるかなって思うので、ちょっとこれでね進めていきます。はい、ではここ帯の下線に突き当てて、そのまままっすぐ帯に当ててあげます。当て方としては、帯のね横糸を見るようなイメージで入れてあげてください。でクリップで留める。この時ねできるだけこう斜めに留めたりしないでまっすぐ留めてあげるといいですよ。はい、手に紐をかけて内側に入れていきます。でちょっとね引いた目線で一歩引いて確認してあげると、よりちょっとねかっこいい感じのお太鼓、ご自身のお好みの大きさなんかをねよりこう俯瞰して見ていただけるんじゃないかなって思います。でこの仮紐、この仮紐はすっごい一生懸命結んでいただければなって思います。でもしねこの時この下から留めているクリップが仮紐を留めるのに邪魔であれば外してしまって大丈夫です。とにかく仮紐をギュッてきつめに締めるということがここではすごく重要になってきます。特に袋帯大事ですね。はい、でこの真ん中のクリップも外してしまいます。でよいしょ、タレの長さとかちょっと確認しつつ手を、中に入れていきます。右手お迎えに行きます。仮紐のね中に手を入れて、仮紐を手繰っていくとこの手をね入れる場所に、なるので右手でお迎えに行きます。で仮紐をね、ご質問は仮紐を取った後ここの下線がブワッてなるんですけどどうしたらいいですかというご質問でした。それに対してはこの時この手を入れる時にこうやって左右にこう動かしてこの際まで手をしっかり入れてあげるとか、もしこれで左右に動かす長さがなければ上から下にね持ってきて、この段階で下向きのこの力で手をねここにこう突き当ててあげるようなイメージで入れていただくと、このね下線っていうのは緩みにくくなります。もし余ったらこのね脇で手を入れてあげてくださいね。よいしょ、ここしっかり際まで入れていただくとすごくシャキッとしたお太鼓に見えるので、ちょっとお試しになってみてくださいね。で帯締め入れていきましょう。さて、これが終わったら仮紐を外して帯をね後ろに回していくという前結びの一番大きなイベントごとが待っておりますけれども、回す時の注意点ね、先にお話をしておきましょう。できるだけ体幹をぶらさないようにするということが大事です。あ、それから一つここがぶわって浮きやすいという方、仮紐を外してる時、外す時にしっかりここ脇押さえて引いてあげる、こういうようなケアっていうのも実は最後かなり生きてくるので、仮紐を外す時も気を抜かないようにしてくださいね。
はい、では回していきたいと思います。この時ですね、皆さん足ちょっと踏ん張ってもらえますか。足踏ん張る、それからたもとを上に上げる。で、この右脇のこの布のとこ、ここの布のところですよ、袖付けとかのところ、できるだけこの右の帯山にこうちょっとこう乗っけるイメージでお願いします。なぜかというと、ここの布がそのままだと前結びのこの回す帯を回すときに、ここのご自分の脇の布がロックをかけてしまって、帯がねこうやって曲がりやすくなってくるんですね。なのでここをちょっとよかったらしっかり脇を乗せてあげます。で、左側で両方の手で帯を持つ。この時は帯板は絶対持たないでくださいね。帯だけ持ちます。両方の手で帯の左側を持って、両方の親指の爪を帯板に当たっています。つまり帯板は触ってないということですね。では回します。体幹をぶらしませんよ。よいしょ。1回目、2回目で、このね下を触って、あ、まっすぐ来てるかなとか、そういったところをこのタレをね触りながら確認をしていきます。で、だいたいこの時に、この脇のところに枕がこうストップされなければ回すのっていうのはそこまで、大変じゃないんじゃないかな。回りにくいという方時々いらっしゃるんですが、ここにブロックされなければ、回りやすいと思います。あと、それから、まあ、体幹とかの姿勢にもよるし、ちょっと癖にもよるかなと思うんですが、背中心がねずれやすいという方もいらっしゃいます。私もねタイミングによってずれるんですが、そういった場合はちょっとねほんの少し回して戻してあげたりとかすると、ちょっとここも動く可能性はあるんですが、ほんのちょっとであればこれで割と戻りやすくなります。で、それでもやっぱりどうしても、背中心がずれやすいという方は、チェックしていただいて、この脇の部分、その場合は上はそのままだけど下だけこういう風にね曲がりやすかったりするので、そういった場合はこのね下のところを引っ張ってあげたりすると、この曲がったのがね戻りますので、よかったらここまでやってみてください。はい、では、今帯を回せたので、あとはこの前の処理をしていきたいというふうに思います。あと、前結びで襟が動きませんかっていう方がねいらっしゃるんですけれども、私はこの、帯枕のね紐を結んで、これをね入れる時に、もし万が一襟が曲がってたとしたら、このシワをね一緒にこの伊達締めと、着物の間にね入れてしまうんですけれども、この時にね一緒に、シワも中に落としていくんですが、もしこの時に襟が動いたとしたら、もう一緒にこの辺りをね整えながら余計なシワを中に入れていくというふうにすると、まあこの胸元っていうのは戻りやすくなるかなっていうふうに思います。でね、仮で結んでいきますね。で、この下っていうのはちょっとごめんなさい、帯枕を結ぶ前にちょっと確認すべきことだったんですけれども、すみません。この垂れのところはまっすぐなるけど、上が曲がりやすいという方は、先ほどお話したここでロックをかけている方が多い。で、それがちゃんと垂れと帯山のところがまっすぐなってるのかっていうのをの確認の方法ですね。下の方は割と触ればわかるからまっすぐなりやすいんですけども、問題は上の方だと思います。手が上がる方はこういうふうに手を上げていただいて、肩を上げないでくださいね。手だけ上げてください。ご自身の体のどこに、この体がありますよね。体のどこに帯のこの山の端っこが来てるのか、ここですよね。この部分が来てるのか、ご自身の体の、例えば私の体がこういうふうに筒だとしますよね。そしたら片方はこの辺に来てるけれども、片方はこの斜めになってるなみたいなところっていうのは、こうやってね、自己自分で体を触ればわかります。そういった方は、あ、じゃあちょっと帯が曲がってるのかなみたいなことがね確認しやすいですよね。それから床とかでこう鏡に対して、こういうところね探すところが難しいかもしれませんが、鏡に対してこう直角に床のこうラインが入っているようなところを見つけていただく、あるいは意識してご自身で直角になっているところに、ね、立っていただいて、首だけピロッて向けて、帯山がこうやって見た時にどういうふうに見えるのか、左右対称に見えるようであれば、帯山のところ、上のところがちゃんとまっすぐなっているんだなということの確認になります。こうやってね見たとしても、これだと右寄りにしか分かんないし、
左寄りにしかわからないので、実際のところ合わせ鏡とかで確認する以外、こうやって一番チラッチラッって確認するのが一番確実性が高いかなと思うので、よかったらお役立てください。これもチェック方法の一つかなって思います。はい、よいしょ。では帯締めをね、結んでいきますね。どうでしょう、前結びなんかうまくいかないなっていうところ1つとかね2つあると思うんですけれども、なんか漠然とやっていてもちょっとねこう難しいなっていうふうに思ったりすると思うんで、別に前結びに限らずですけれども、一度に複数のところをねうまくやろうと思ってもなかなか難しいので、一個一個ね気になるところを潰していくというふうにしていただくとよろしいんじゃないでしょうか。まずは帯が緩みなく、下にずれないように、巻いてあげるということに注力をして、それができるようになれば回し方に気をつけていただく。で、ある程度回るようになったら、こうどこにお太鼓がまっすぐ来てるのかみたいなこともね意識していただく、そういうような段階でお稽古していただくとよろしいかもしれません。前結びにもメリットはあるし、デメリットがある、デメリットっていうふうに私は捉えてないんですけれども、まあ、人によってはデメリットってね感じるところもあると思います。後ろ結びにも私はメリットがあるし、それぞれちょっと苦手分野、前結びも後ろ結びもそれぞれあるかなっていうふうに思うんですが、それをね選び取るのは皆さんご自身かなと思います。どっちがやりやすいのかっていうことをね、ぜひ、選択していただけるようになったら、より着物ってこう楽しくお召しいただけるんじゃないかなと思います。帯によってこれは前結びだけどこれは後ろ結びでやるなんていうふうに、ね、決められたりとかするという方もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんね。ご自身でちょっとね、ぜひどっちが向いてるのかななんてことを考えながら前結びもねやっていただければと思います。まあ私の場合は前結びをすることによってもう着姿劇的に変わったと思って、でこんなに不器用なのに着物が着られるようになったっていうのは、もう絶対私は前結びのおかげだと思っているので、皆さんに前結びをお伝えしているわけですけれども、ぜひね、前結びが皆さんの着物ライフにとって、とてもこう有意義なものだったりとか、こう仲良くなるためのこう近道だったりすると嬉しいなって思います。本日の動画が面白いなとかお役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。私たち着物の書籍も出版しています。新しい着物の教科書、きちんと身につく着方の教科書、動画と合わせてお役立ていただけますと幸いです。私の日々の着姿はインスタグラムでもご紹介しています。よかったらチェックしてみてくださいね。お着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。